はい、ありがとう整体の平野です。今回ですね、やりすぎに注意反省ということです。先月、東京で、レミディっていうのをね、ボトルの、研修会に行って、改めてちょっとその使い方をですね、習ったというか、するとやはりもっとこう体に効くっていうことを丁寧にねやっていくという形です、反省しました。で、そのやり方を聞いていくっていうのもあるんだけども、その中で、ここでやめておいた方がいいのか、もっとやった方がいいのか、そういったところを最終チェックするように、しました。でするとですね、やはり、やりすぎだっていうのが、結構やっぱり出てしまいます。だから僕の場合だと、ここで楽になってるというのに、もっとやる楽にしてやろうみたいな、そんなこう、気持ちがちょっと強いんで、そして、例えば新しく発見した主義とかも、もう全部試してあげたいみたいな、そんな感じでこうやってきたんですが、やはり体に効いていくとですね、もうほとんどが途中でもうここで、やめなさいみたいな、そういう反応が出ることで、僕も勇気を持ってですね、そのことを、お客様に伝えて、ここで終わりにしましょう、ということをちょっとやっていくと、やはりいい結果が、出てると感じます。で、結局はですね、体の軸をしっかり作っても、ここでやめておけば、この軸に対して体が動くことで、治っていく部分が、せっかく作って、ここで楽になっているのにもっと手を入れるために、少しその時は楽になるのかもしれないけど、軸が少しこう ずれてしまう。でそこでまた、ずれてしまやりすぎてずれてしまったことで、結局その後にこう回復力っていうのが出てこない、そんなケースがあるということに、気がつきました。はっきり言って、今までやりすぎだったということをちょっと反省しています。ですので、この点を踏まえて、これから来ていただける方、ちょっとすごく短く終わっちゃう場合もありますけども、それは、その人の体が、ここまで耐えれるのか耐えれないかっていう部分もあるだろうし、ここで止めておいた方が、後々のその生活の中で、の動きで、自分のね治癒力がこう発揮される、そういった点だと思います。ですから、本当に、この前の人だとね、その瓶のボトルを2本当てただけで、もうそこで楽になっちゃったんで、どうしますかっていう話で、やめといてくださいということで、やめて、その1週間後ね、その痛みがずっとなかったという、そんな話をしていただいたんで、そういう2、3本、その人だともう3分ぐらいで終わっちゃったんですけども、その点をね、ご了承していただいて、私自身もちょっとこう反省した点があるので、注意したいと思っています。だから途中で終わった方が結果すごくいい状態が、保たれるということも分かったので、そうさせてください。ありがとうございます。